最近ひな大事してないなと思ってさそんなにやっぱ疲れへん今日してんのかな。そんな感じ。侵入者が。もうさ、うるさくて喋らない。安定の嫌われ声。このままカメラを撮って思ったら田村さんがいなくなったの。あ、なるほどね。ちょっと久しぶりに置いてみよう。うるさいな。これだけ言うたら大体はいなくなるんやけどこれだけ文句言ったらおらんようになるのにな、みんなな。おらんようになれへんな。あ、静かになった。もう行きそう。そこにカメラをセットしたということは。かゆかっただけ。体ポリポリじゃん。かゆかっただけ。2キリとあとは、OK、
あ、出るのやめて。で、もう私、秋田町始まる前ぐらいにはもう取り掛かってる、うん、2人とも、なんかみんなに聞いて出てたのかしら、はい、入れます。はい、で、ひなたをもらっていただいてます。はい、もらってください。そんなおせんでもいいかもいいよっていう顔したでしょ。今行くんやって。君はこうやって言いつつ、迎えに来てもらわんでも大丈夫です。帰りにつばからんくなるよ。そんなにまだ困ったされません。これは出やんけ。考えてるでも。どうしたらいい、これ盛り上がるんかな。おかしい気がしてんね。誰かわかった出た。あら、あら、自分の格好？ちょっとでも覆われてたら。あ、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 中わざわざ暑いのに、カッカジキ自体やで。そのカッパだけ送ってくれたら、愛してしたろうと思ってた。ちょっと頑張ってみたよ。行くわ。そうしてください、そうしてください。誰かおった。バサンとこの時も行くわ。
人が。あ、すいません。あ、すいません。私も出よう。全然。お願いします。連れてって。平和。平和やった。平和やったよ。それはよかった。元気で何より。うるさいな。ひなたに見えてるのは私たちにも見えてるから、お知らせいらんよ、ひなた。大丈夫。みんなもきっと困ってると思うから。うっそ。ありがとうって思ってます。違うで、ひなた。そんなこと思ってない、思ってない。だね。壁と仲良くするの。逃げません。